はい、えー、今回はこの問題を紹介したいと思いますはいこれも基本死活なのでね是非覚えてほしい形の一つですねはい白番ですね白番ではいどうやって殺すかという問題なんですけどはい正解はですねここ羽が正解となりますはいでかけ継がせてからそれから跳ねてからまたこう置くんですねはい でそうですね。まあ、抵抗としたらこうとかですかね。で、こうやってもこうやってもこう放り込んで。はい。これで死にとなりますね。ここ,こ取っても目じゃないのでね。はい。これが正解となります。うん。手順悪くやってしまうと、うん。今度は、今度、 こう跳ねてもねこっちでかけつがれてたりしますしこう置かれてもかっこ,こうんどこでしょうかねこれは何でしょうかうんこれは何でしょうかね下がりとかですかね下がりだと死んじゃうかな これは生きてますか。<laughs> まあな、なんかこんな感じかな。はい。ちょっと手順が悪いのでね。あの4って言ってはね。やっぱりは、まあ、羽からね。羽からこう、これなら絶対死になるので。はい。これが正解となりますね。まあ、ちなみに、ここにないときですね。あのー、 こう跳ねてこうやってまあこれも同じように飛びは飛んでていいので死になんですけど若干ね羽が利く場合があるとこれ今度は生きているんですねこう,こうやったらこうやって今度こうやってもこうここにぐにゃっとね曲がる手がありまして取ってもこうやるとこれで同じく死あ,あまあこれでもいいですね はい今度は入れますもんね。はい今度入れますから、そうですね。まあ、あの、6とね、曲がる手がありますんでね。だから、こういう形だと生きっていうことなので、あの、まあ2のね、羽が効くかどうかっていうのは、ちょっと一つのポイントとなります。普通に受けてしまうとね、これでもう死んでしま,うしまいますんで。はい まあ、この形ね、まあ、こことかにあるかないかでね、少し詰子的には違ってきますんで、はい、そこをちょっと気をつけたい問題ですね。はい、じゃあこの問題はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。